結構その自分が使う上ではあんまり人気キャラじゃないみたいな話は最近聞いてるけど、はいはい、特にね今日はねこう本戦に行ったら三先ですから、そうですね、うん、かなり勝ち上がるのは困難になってくるファイターだということが予測されるのが勇者でしたということで次の勝者側決勝のカードですね、勝者側決勝って言ってもプールのね勝者側決勝のカードはシノビズム、アバダンゴ、ワリオ VS マオルキナと、エボでトップ33位っていう順位を残した魔王選手が勝者から決勝に勝ち上がってきてました。今日もねなんかサブイベとして新宿でやってるねウェルプレイドフェスティバルっていう、まあ、スイノコさんがね100人組手っていう企画をやってるところでスイノコさんをこう倒して今日ここに来た。そうなの、スイノコさんが1000円奪ってからそうじゃあ士気は十分高まってる、士気は高まってますよ。ただね、スイノコさんからね、こう PGS 負けろっていう呪詛をもらってるんでね、スイノコさんの呪詛がどれくらい強いかが勝負の分かれ目かもしれない。そうですね、はい、対するアバダンゴは梅村優勝で、こちらもノリに乗っているプレイヤーですね。そうですね、うん、結構アバダンゴさんは最近日本で一番強いプレイヤーなんじゃないですかね。うん、とはいえこのカードややリーチ差がワリオ側としては苦しくなってくるカードではある。そうですね、やっぱ終始復帰や着地、差し合い、はい、どれを取っても、まあ、アベレージできついのはやっぱりワリオ側になるんじゃないかなと思う、うん、ただまあおならっていう様子で、はい、まあ、どう壊れていくか、壊していくか壊れていくかっていう、うん、まあ、おさんとしてはどう壊れないにしていくかって話あると思うので、うん、固い立ち回りをね。そうですね、まあ、おならにつながる技とおならだけは食らわないような、はい、そういう動きを心がけたいところと、それ以外は普通にやってれば、まあ、結構ルクナも楽でいけるかな、うん、あとこの復帰ですかね、ルキナ側の復帰ですか。そうですね、ルキナ側、そのルキナはやっぱり持続のある技に対して少し弱いので、はい、周りの空エネだったり空下だったりがかなり下から復帰には刺さってくる。そうですね、まあ、ワリオも今のね、下に感じですか、ね、はい、うん、お互い復帰阻止は強力。噛みつき見せていくが、しっかりと崖離し引き完成クエヌリスクをつけていく、空車めくり回避、空前で場外出して崖の展開、空壕を見てからジャンプ上がり、マオさんの崖冷静ですね、超冷静ですね。ワリオの崖上がりを借りたいタイミングをずらして、うん、読んでずらしてしっかり上がってます。うん、動きも観察していて今のも絶妙、空母を移動しない限りでかわしてなんとか崖をつかむことに成功、横スマッシュに対して攻撃がかりバッチリとタイミングを合わせて崖を上がって下強からダッシュ攻撃、クヌパッチンパッチン、こうなってくるとね、その序盤のリードも崩れてきて、はい、もうほぼ五分状況といっても過言ではない、うん、いやしかし偉いですね、あの、はい、ルキナ側はワリオ側は投げからはおならにつなげられないので、はい、マオさんはしっかりとガードを固めて、うん、近距離は相手の技がおるまでしっかりガードしていってます、うん、反撃志向の立ち回り、強気に復帰阻止を狙っていったがギリギリ前の外、おっと打っていったが確定しない位置、これは最大ダメを消費したので結構痛いが、この復帰阻止で決め切ってしまえばいいのかというところでね、バイク復帰にお前もじゃと道連れじゃと、ドルフィン届かないでも打っていけばストックはもぎ取れるということ で、ね、今のは受け身も取れなくて浅い吹っ飛びだったんでもうどうしようもなかったです、ね、どうしようもないですね。今でもアバダンゴさんがお互い撃墜するときにしっかりと上 B を使って、はい、タイミング相手よりも遅く撃墜されたのが、はいはい、結構細かい部分なんですけど偉かったですね。上 B しなく上 B しても絶対撃墜されるんですけど、うん、時間を稼げておならも消費、はいはい、貯められるし、さらにはあの復帰台からの無敵時間の差も出ますからね。そうですね、そうなのでしっかりと今上 B ちゃんと使ったのが偉かったです、うん、結構ね放置しがち、はいはいはい、やられたみたいな感じそうそう、ギリギリ耐えてる村町が功を奏しかけましたが、そうですね、うん、クエヌ一段から横スマッシュ、ラインがない状態で食らったらひとたまりない択でしたが、クエヌバイクは没収、
食う前からダウン展開にはならずジャンプを使ってお尻も振って2種類出しましたね今ね最後これですね、バーバーバーですね。ちょっとね今のはもうおならっていうのは 40%60% ぐらいからの激戦目立つんですけど、はいはいはい、まあできながら 60% 超えたあたりからだと、まあ、コンボも少なくなってくるので、もうじゃあどっちかっていうとできなりね部が出てくる状況ではあったんですけど、はい、ちょっともったいない、まあ、まあよくありますよね、はい、早くねあのレディー出したい時はああいうの結構つかかっちゃいがちですよね。1本取ったのはサバ団子、マー選手は村町を継続して選択。勝ったステージは自分で選べないルールがありますが、相手が選ぶは関係なしということで、負けたステージでも、まあ、立ち回り自体はそこまで悪くなかったということで選んでいったんでしょうね。そうですね、まあ、フットしても刺さってましたし、はいはい、やっぱ学外の展開で激戦につながることが多かったので、うん、真央さんの場合は特に、まあ、村町っていう横の狭いステージ、はいはい、横軸の激戦を意識した村と町選択なのかな、うん、ああそうですね、持続のね長い技置かれてるとこういう風にね、はい、ウェビーも手前で潰されちゃいがちなんです。そうですね、食う前は吹っ飛びの浅いというか大きく吹っ飛ばない技ではあるんですが、ジャンプを消費したところに小突いただけでルキナの復帰はもろく崩れ去ってしまう。一応ルキナ側もあのクマに対するあの選択肢として、はい、早出しウェビーという、まあ、タイミングを早めたウェビーがあるんですけど、はい、それを釣られてしまった場合ですね、崖、うん、に崖をつかまルキナが崖をつかまない状態が10秒ぐらい出てしまう、はい、まあ、すごい上の方に来てしまうので、うん、そこに続かれると2択に近いよね、はい、ルキナのクマに対してワリオガも結構勇気出してます、安定じゃない、うん、ダウン展開はしっかり外側受け身、手堅い差し合い、時間を使って美味しいのはアバダンコか。そうですね、有利取られちゃうとどうしてもルキナ側としてはすぐにでも取り返したい、うん、時間をね、こうやってかけてしまうとワリオ側にとっては嬉しい展開でしかないので、いやだんだんとこうなってくるとおならも怖いんですけどね。ああこれね 80% ぐらいまで溜まっちゃうと、あのおならの出た部分じゃなくて上昇部分の上の吹っ飛ばしで結構激戦もできちゃうんですよね。ここは時間を使っていく。あ、今下 B の最大で上に撃墜させました、はい、おお上そう上パーセントがね溜まってくるって、はいはい、あの出た部分じゃなくて、うん、出て上に上昇していく過程の部分で、はい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 、あそこでね上ワリオ本体に当たるってことですね。そうですね、はい、ただ村と町はね結構その横に対して激戦が狭すぎて、はい、ちゃっかりね、すぐ倒せたりすることもあるので、はいはいはい、まだ分からない、まだ全然分からないパターンではあると思います。攻撃起き上がりにしっかりと掴みを通す、上の裏当てからうまい前ダッシュで回避を釣ってから回避に横さま、上のはシールドを挟んでしっかりとバイクも食べて時間も使う、相手の差し込みを常に待っているのはアボダンゴ、傾斜を通して空へ火力を釣っているものの村友達が功を奏している。下から反対の崖に帰る、崖の強いルキナに対して強くいける復帰ルート。ここでね、はい、撃墜できたら本当に全然分かんなくなってくるんですけど、うん、70% だったらおならもあんまりなんで。そうですね、ああ中央ならで最後は把握してましたね、時間を。勝っていったのはアバダンゴ。